皆さんこんにちは。もったいないおばさんの簡単料理の中島きみこです。今年はネギの苗が不足してどこにも売っておりません。私も足りないので、今からでも種をまくことにいたしました。松本一本太ネギです。この太ネギは、松本地方に古くからわずかの農家の人たちが、江戸時代より受け継いできて今になっているもので、最近大変注目を浴びております。とっても柔らかくて甘いネギです。これがネギの種です。種まきは、段ボールの箱の中にばらまきをしたいと思いまして、箱半分くらいまで、芽出し用の土を入れました。そして、水を少し足しまして、水分を多くして上から少し押さえてあります。この上から、ネギの種をばらまきしてみたいと思います。はい、このようにあとは薄く土をかけておきます。先ほど土で押さえたネギですけれども、このようにちょっとキッチンペーパーを上から乗せて、あとはちょっと切り口で湿らせて、しばらく様子を見たいと思います。ネギの植え方はそれぞれたくさんあります。私はもう時間がないのでこのような方法を取りました。今日は5月の17日、よく見るとこのように、黒い皮を破って、ネギの芽が出てきております。本当にこういうところを見ると可愛らしいなと思います。ネギは再生能力がとっても強いので、季節にあまり左右されずに巻いてもいいんだなっていうこと、またここで勉強させていただきました。今日は、松本一本太ネギのネギの発芽を配信いたしました。皆様、誠にご視聴誠にありがとうございました。